朝の6時と午後3時と午後6時のあれです。ある。ああ、ありますよね、木造の。美味しいの売ってる。ここなんか芋系が有名なのかな、ここは。あ、そうなんだ。普通のソフトクリームは多分溶けてもうドロドロになるから、でもそっちの方が映えるんですよ。はい、なんか回ってたんだ。マジか、そこまで覚えてるのすごいですね。大丈夫です。大丈夫。めっちゃ体揺らしたくない。大丈夫、手ぶらは多分ついてるからね。ジンバルつけたい。はい、大丈夫です。めっちゃ綺麗。ありました、なんかあった。あー、確かにデザインは可愛いけど、何いた？でもなんかこう寝てるのかな、こうみんな揃ってるから。はいはいはい。あと芝居下手くそすぎる。いや、そこはちょっとバレちゃったか。バレちゃったか。一匹だけこっち向いてる。あ、確かに方向音痴なんだ。こんだけいると気持ち悪い。確かにちょっと気持ち悪い。確かに臭い。行きましょう。何横丁？菓子屋。菓子屋横丁。あ、菓子、あ、お菓子。そう、お菓子。じゃあ、美味しいもいっぱいあるかも。진짜어제가나다있다。浅草랑은조금다른느낌。あ、できた。じゃあ一回ちょっと腕下げてもらって、はい、じゃあここで撮ります。撮ります。はい、じゃあ右手でこの上の看板ちょっとのれんを掴んでください。あ、手前のそこ。で、目線、のれんのとこで、ちょっとなんて書いてあるか。読む感じで。写真になりそう。だいぶね、あやか。駄菓子屋さん。駄菓子はご存知で。うん。ああ、こういうの売ってるんだ。私は
はお菓子よりはチョコ派なんで。チョコ。チョコ派です。あ、こんだけちっちゃいうまい棒。これ食べれるの？うん。左、左で。左。もこもこ。車かわいい。車ね、そう。あ、ここなんかめっちゃ。ここもめっちゃそうかわいい。カフェなのかな？かな？あ、あれだ、あれだ。パンよ、パンよ、パンよ。パン、あ、私パン、毎日パン、パン食べる。すごい大事なのが出てくる。コロナのためなるほどね、うん、まあでもそう、時間的にも閉まってる、ここはちょっと汚いけど、うん、あ、でもそろそろ着物の時間だ、あれかな、一回電話してみて何時まで営業するかをちょっと確認してみて、うん、了解、うん、まだちょっとあんまり時間ないです、あと30分しか、うん、30分着替えたところに詳しいあれがわかんないけど、ここはなんか写真スポットかな、タイガ、タイガ、濃いか、濃いか、なんか枠赤くなってる、なってるなってる、うん、赤い赤い、雰囲気いいね、ここね、うん、何のお店？何のお店？とんかつ？とんかつ？とんかつ？定食？定食、あ、おこれ絶対使うでしょ知ってる、素材と味にこだわりました、本物の、ね、はい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 、なんておっしゃいました、なんか現代と同じこう、あー、なるほどなるほど、はい、新しいのと古いのがね、はい、でもここ人もそんないないし、めっちゃいい、綺麗、あ、光があったらめっちゃ木漏れ日とか、上野じゃなくてお台場、うん、神楽坂の、神楽坂、ほう、映え、はい、いいんじゃない、うん、お休みどころ、うん、取れる、私が OK じゃない、私が渡って、ったらその真ん中あたりで止まってもらって、俺がこっちから、合ってる合ってるか分かんない、こう優勝、ん、足で戻すのね、ベイビーイズドラウジーコージーエ